セコンドルームのあずさです。今日は夜のフリーマーケットにやってきました。エーレンフェルドっていう地域です。会場の入り口はこんな感じで、今から中に入ってみたいと思います。あ、でもなんかここ一回来たことある気がするぞ。ミノキロここで一回なかったっけ。すごい、あの遠かったやつは。あ、ハロー見てくれ、半分しかない。その茶色のそのさ、薄いレンジこっち。いや違う、薄いレンズ、これ薄くはない。薄くはない、でもこれよくあるやつだよね。ガクがよく持ってる形じゃない、マルチやったね。かけてみたら、ね、油そそ、はい、いや、いや、すごい人、すごい人だね。次変わるんじゃないか。あるかも。ここ良さそうだ。取り替えがある。うん、着物ジュリーだ。ブルーだ。ブルこれ裏地が可愛いね。裏地が可愛い、うん、こんな感じ、うん、裏地ね、裏地可愛い。これでも女性のサイズ感だね、多分な。可愛いんじゃない。そう、グリーン、グリーン、ちょっとカジュアルだね。でもね、あ、結構肩パッドしっかり入ってる。本当だね、ちょっと違う。まあ、なかなかでも形がいいね。この辺かな。この辺好きそう。これかわいいじゃん。うん、かわいい。これかわいい。いい感じだ。ちょっとその辺からずっと見ててやる。色が可愛いね。キャメン。これオランダだね。そうだ。これかな。ちょっとそれ撮ってみて。中だったら。人が多いね。多い。多くてあんまじゃアングルが近くない。あんまりあれだよね。これかな。聞いてみたら。お、これかわいい。お、あ、これリーベス聞いたで、ベルリンのレザーのバッグのブランドだ。あ、そう。これかわいくない。かわいいか。これ好きだな。うん。ちょっと古びたけど。うん。使いこなしたけど。うん。それとそれ。これ色味もかわいい。いいや。はい。これ聞いてみるか。これなんか有名なブランドらしい。カーロコルッチ。イタリアっぽいよね。そうね。タグはかっこいいよね。ね、かっこいい。これはね、かわいいけど、40はちょっと高いでございます。うん、変わってるね。これも難しいかな。カジュアルだよね。幅がちょっと広いしね。リーバイス。リーバイス501だろ。本当は501や。
や誰も履けないサイズですね。でも比較的ちょっとそんなに大したことはないリーバイスの501が揃っている。これはどう？あ、かわいいこれ。え、これすごいかわいいじゃん。どうか。透明から。うん。かわいいよ。かわいいよね。なんていうメーカーなんだろう。中もね、あったかい。あれ。おお。これかわいい。これかわいい。最高にかわいい。つばんつ安いの。すごいよ。25だったら全然安いと思う。これあり。そのお兄ちゃんもなかなかね。いい感じのお兄ちゃん。かわいい。あー、それもなかなか雰囲気がある。いいよ、春にささらっと着れるし、うん。これかわいい。このお兄ちゃんのとこいいです。ご飯？ご飯？もう可愛い。形がいいじゃん。ね。うん。可愛い。で形いい。これとこれもいい。ひげかせた？うん？ビフレ？わお。こういうの。これで30ついじゃん。この2つはありだと思う。いい感じ、絶対似合う。これはダメ。いいや、かわいいよ、かわいいけどさ着らん。着るよ、25は今着る。そっか、これでもね、かわいい。こないだ見つけたじゃん、ピックアンドウェイトで、あれよりかわいい。かわいい。通勤な通学ってスクールになっちゃうよ。もし安かったらな。そうね、2つで25は適当。2つで25。ほんまにこれいい。あれそんなに。あ、そう、かわいいなと思ったけど、わからん。そのフリーマーケットで考えると、まあまあ25は高いかもしれない。でも多分これ元値結構するでしょ。そう、2、3万はするでしょ。これはじく、はじくと思うよ。多分聞いてみたらいい。日本語で。え、これ防水って絶対通じらんでしょ。これ防水ってはじく、これ手ではじく、はじく。何が似合う？似合う？こういうの普通に可愛いと思う。似合うと思うよ。誰か欲しい方は欲しい方。これこういうのはね、これはいいと思う。絶対いいと思う。コーディネートで、うん、使えそう。春、うん、いいよ。いい感じ、いい感じ。かわいい。その完全防水じゃないけど、そんなに濡れないよって。これってさ、リネンだよね。リネンだね。ね。じゃあこれだけで。うん、マーチン。マーチンのスリーホール。うん、かわいいよね、こういうのもね。そうね、ボテッとした。そう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 。
上かな下でも結構なあれだ結構暑いよ結構暑いよ小物かわいいね貝殻貝殻このインディッシュサイズは見えないサイズ、うん、目が見えないんだろうが 44.5 うん、でかい、ね、ここのねピアスがちょっと気になったんだでも回ってないねしかも何か違うかねなんかちょっと違うねこっちゃんこの兄ちゃんたち雰囲気あるよほんとだあの耳当てが良かったうんかわいい古着っぽい感じあ、映ったあ、それかわいいいいキャッシャーついてるから、うん、あついてますシリコンですかねどっちもついてるこれかわいいよね、うん、かわいいかわいい姉ちゃんが、うん、耳当てが気になりますこれ、うん、この色かわいいよ、うん、かわいいと思う50セントぐらいだったかそうだねこれ聞いてみるこれ犬よちげえよそれちょっとあのあっち系ハード系ですかハード系のやつだよこれえだってちっちゃくない犬のハード系なわけないじゃんこのカーペットもかわいいねうんかわいいねかわいい奥もそうなのかなそうだと思います奥に入りたいねちょっと長めだね、うんもうちょっと細かったら廊下行けたのねそうだねもうちょっと細かったラルフローレンへえ。年代感じるラルフローレンじゃない可愛いけど私こういうの着れるかなどうやって着るのそれ裸で着るの下にインナー着るんじゃない裸では着れないでしょ裸で着ないの、うん、タンプトップとかキャミソールどういう風に着るんだでも年代感じる、ね、色味がさ、うんいいよね。でベスト合わせたりとか。あれ。どう私似合うかな。自信がないな。こう揺れる。揺れる。めっちゃ揺れる。それなんだ。年代感じるね。うん、シフォン系ですね。なんか最近俺大きめのストライプのやつを探してるあーかわいいよね大きめのストライプ、うん、おそれはいいかもいいうんフェンディっぽくない最近フェンディお気に入りだからさフェンディっぽくないあのクッションカバー、あのゾウさんのクッションカバー最高じゃない色味かわいいね、ザラだけどうん、色味かね ね The North Face うんどうこれシックだねうん、シックThank you.
だよ、アメリカンビーンで、麺、ドバーっとしたジャケット、ドバーっとしたジャケット、春にいい、これかわいいね、かわいい、着てみようか、うん、若干、イチカの声がものすごく聞こえる、え、そう、ほんと、うん、変わってる、これかわいいかも、これかわいいかも、黄色の、ここはね、金具ついてる、金具がついてる、ワンピースっぽい感じの、黄色、うん、これかわいいかも、このカバンが見たいんだ、その、いや、それじゃないよね、これ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 、イチカかわいくない、あーかわいいかも、俺さかわいいかも、お稽古バッグ的な、うん、お稽古バッグ的な、そう、肘感もすごいしっかりしてる、うん、かわいいね、かわいいよね、かわいい、ずっと気になってた、うん、かわいい、聞いてみよう、さあ、アスク、みんな違うの、die Ohrringe 3 das ist Handarbeit, Handmade 5 okay. ね、さて、ツバイ、ドガイ、23、25、15、これはなし、だって私これ買うんだとさっきも、あ、あのローファーかわいいかも、ちゃんと入ってない、うん、スナフキン系、これこんな感じ、それかわいくない、そう、ちょっとあれヒールが高い、サイズなんぼ、わかんないね、あ、そっか、ビグロスしたす、ノイノンドガイス、ノイノンドガイス、あ、そう、OK、じゃあ、アビシングロース、フェミ、OK、この手作りのあの人だよね、すごいね、毎回行くんだね、そうだね、もうあれだね、うちから持ってきましたが満載で、ホーム感満載、ホーム感満載のところです、あ、子供じゃないのこれ、子供だよね、子供だよね、でもあれだ、手作り系だ、これかわいい、見て、うん、かわいくない、なんかリメイクしてあるの、うん、この人が自分でやってるんじゃない、ちょっと私ね、そのカバンがちょっと気になる、ここの姉ちゃん細い、このスカートとかこれロングって分かんない、生地感がいいかな、うん、確かに、ロングスカート、サイトスカート、サイズがね大きい、多分、あ、これこれ良くない、そう、俺それ見てた、これ可愛いじゃない、なんかこう、くたびれ感、うん、これ可愛いよ、いいよね、うん、これ可愛い、ここがね、ちょっとエナメル調になって、うんうんうん、これ可愛い、見かけた、10だって、8だ、人多いね。
かわいい。それセットでえ、そう、これセットなの。それセットそのままで聞いてみる、うん、それセットだよ、多分セットか。ああ、ちょうどいい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 。これセットだと思う。でもちょっと女性感強いかな。ま、マジや、ま、そんなに、そんなに、そんなに感じんよ。大丈夫よ。You want after all of this? あ、これどっち？あ、落ちちゃった。オッケーオッケー。セットじゃなかったみたいで。セットじゃない。首に下げんの。こうじゃない。少し若めのお姉さんたちだ。すごく若いよね、この子たちね。うん、ここの方が可愛いかも。あのストライプのさ、あの向こうに行ってごらん、あのシャツとか。うん、それそれ。ファーディー来てそうじゃね。来てそう。まだファーディーが来んの来てさ、こういうなんかデカめのストライプ可愛いな。可愛いと思うよ。プリンじゃない。ね。聞いてみよう。プリンジのカバン。はい。はい。雰囲気が。これね、すぐに擦られるやつ。そんなもんないもん。ただこうなってる。すられていいんだったらって感じ。そんなすられていい人なんかいないでしょ。すられていいんだったらやっちゃってください。こういうの好きなんだね、ここの。ああ、ね、トライバルだ。このね、こうなる、ね、この指輪がいいか。ちょっと見てもらって。これやっぱり。可愛い。これでもね、私でちょうどいいからな。入らないだもん。小指。小指には大きいんじゃない。私の中指でちょうどいい。なっくりみたいだね。人殴れそう。ここが見たかったんですよ。こちらの可愛い、可愛いじゃん。これ俺と一緒だよね。俺が一緒だ。ハロー。ハロー。いや、出やしやね。可愛くない？ならが、うん、シックで。この人の素敵なのが多かった。うん。可愛い。これなんだろう。なんだこれ。あ、ピアスだ。こうだ。本当だ。みんな注目してるよ。え、なんで？わかんないけど。動画撮ってるから。ああ、動画撮ってる。あ、これもでもシックで可愛くない？うん、それいいね。これ可愛い。可愛い可愛い。そう、この人が売ってるっていうのがわかる。あ、確かに。この人の感じ、テイストって感じだね。今日は私ピアスだな。そういうのもあるよね。うん、ちょっと違う。ちょっとっていうのは何が違うの？
ちょっと違う。川のなんかちょっとその。Also ein Euro der Urschein, ne? Ja, ja, ja. ね、色味が。持ってない新色でございます。いや、本当。これどう？いや、それは違うでしょ。違う。いや、かぶったらわかる。かぶってもね、鏡なんだよ。これ取ったりよ。持ってるやつ似てる。と違うんで、この人のここが素敵なんだよ、このカゴの中が。いや。なんかさっきあのお姉さんもすごい素敵だった。まあその辺にしとこうか。聞いてみたら。うん。なんかさ、ささっとこうカジュアルに隠れるの。確かに。違う。あ、デザラクオス。この姉さんもそうだった。Wie viel kostet das? 3 Euro. Alles zusammen. Alles zusammen? 3 Euro? Wow. Danke schön. Auch noch 1 Euro. これ1ユーロだって。どうかな、わかんない。よし、ちょっとドライオール。ドライオール。私はドライオール。しますか。します。この中にさ、残ってあったの。あ、そう。これね、ヴィンテージって書いてあるよ。Danke schön. 2人ともなんか雰囲気が似てたね。親子でしょ。あ、親子か。素敵な親子。チーと私はならないからな。ガクとチーだな。そしたら。セコンドルームのあずさです。ガクです、はい。今日は夜のフリーマーケット初かな。初だよね。夜のフリーマーケットに行ってきました。いかがでしたでしょうか。思ったより人が多かったね。びっくりしちゃった。会場がねちょっと狭いっていうのもあって。前に行ったことある。あ、そうそう。会場はね前ビノキロのイベントであそこがね同じとこが倒れてて、ね、行ったことがあったけど、なんかあの時よりも狭く感じたね。店舗と人がいるからじゃない。そうか、そうか、そうか。品物しかない。そうか、そうか、そうか。出店者がいるからか。なんかすごい狭く感じちゃって、ちょっと身動きが取れないくらいで、ちょっと見づらかったね。でもまあね、本当にいろんなものが楽しかった。うん、楽しかった。雰囲気ある人もちょいちょいいたしね。さすがエーレンフェルドって感じ。若い人がやっぱ多いから。夜は夜でね、なんかちょっと違う感じでね。うん。違う感じって朝か夜か。昼か夜かもしれない。カレーか暗いかみたいな。まあでもまあ。でもなんかこうね、中にはビールを飲みながらね、うん、買い物を楽しんでたりとか、ちょっとクラブ半分クラブみたいなノリで楽しんでる方もおられて、まあそれはそれで楽しかったかな。そうね。まあそうだそうだね。こういう日を紹介していきたいと思います。じゃあ着てるやつから行くまず。このストール。素材感はそんなに厚めじゃないかな。春秋でちょっとシャラッと使えるような感じの、うん、ストール。なんだっけ、フェンディ。フェンディ、そう、最近フェンディにハマってて。フェンディ柄だ。フェンディ柄や。若干ね、若干っぽい感じ。そうそう、あのフェンディのこの F のね、ロゴっぽい感じの。今フェンディのクッションを狙っちゃって。そうそう。そうなんですね。欲しいんだよね。フェンディチックなストール、こちらが2ユーロでした。そしてこの下に着てるのが、動画でもあったけど、もう一つ悩んでたじゃん。うん、悩んでたね。アウター、このなんかここまでのジップのこうバサッと着るタイプのなんか25ユーロでちょっと高めだったんだよね、フリーマーケットにしても ね、 してはね。あとはまあちょっとちっちゃかったね。あ、まあ若干ね。だからちょっと欲しいのなかったんだけど、このリネンのシャツを購入しました。ちょっとヒッピーっぽい、ね、デザインがね、ここにちょろっと刺繍があったりとか、こんな方のね、こういう感じだったりとか、
ャツ春にね使えそうだよね。そうね、まあ着心地は楽だしね。そう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 、まあこういうのは、まあ、フリマならではの商品だと思うよ、ね、そうね。こちらは5ユーロでした。安っても買いますって、そこ5ユーロ自信満々だったねえでした。で次はコリコか、お姉ちゃんのところで買った斜め掛けのバッグです。ここはなんかエナメルっぽい、他はレザーなんだけど後ろとかはこういう感じで、前がちょっとなんかこうエナメルっぽいつるっとしたペカッとした素材です。まだ中は開けたことないんだけど。いや開けてないか。あ、こうなってるの。意外とさ、ポケットにちゃんとファスナーをついてる感じで使いやすいよね。あ、そう、使い勝手がいいな、うんうん、そう、斜め掛けバッグがね、ずっと額が欲しくて、そう、それで探してたんだけど、これは10ユーロだったのを8ユーロに負けてもらいました。ストールついたそう、そのストールをセットでしょ、セットでしょって言っててなわけないんだけど、普通についてるセットなのかな。でそのまま買おうとしたらやっぱりお姉ちゃんがね、オーネシャルそのストーリーは別だよって言われて、やっぱそうだよね、そうだよね、そうだよね。あとあの若いお姉ちゃんとお兄ちゃんの店舗、うん、でこのハンドメイドのバッグを購入しました。これね、かわいいよね。生地感がやっぱりね、しっかりしてる。なんかすごく長く使えそう。そう、中はチャックでちょっとこういう仕切りが1個あるぐらいだけど、娘のね、なんかお稽古バッグ的な。そう、なんかちょっとお友達家にお泊まりとかするときに使えてる。購入しました。やっぱ色味がかわいい。これと、あとこれがね、耳当て。うん、耳当てね。そう、まあ、よくわかんないんだけど、まあ、使えたな。自転車はキスの耳当てこれもハンドメイドって言って。ハンドメイド、うん、ハンドメイド、こんなんていうのかな、できるんだ。なんかできそうじゃないなんて、わかんない意外と大変よ。意外と大変よ。だって網目を1個でも数え間違えたらおしまいよ。あ、それ無理ほらねと、でそこの同じお姉ちゃんたちのところで私はこのピアスを買いました。このパールとなんだろう、ベコの合わせ、ちょっと大きめのポイントになりそうなピアス、これを2ユーロで購入しました。さっきのハンドメイドのこのバンド、ヘアバンドは3ユーロでした。これに合わせて20ユーロ。そうそうそう、本当は22ユーロ、このストールも含めてだったから全部で22だったんだけど20にしてもらいました。そうそうそう、あ、そういうことやね、確かにそういうことですね。で最後はあそこのね、親子もすごい雰囲気あったよね。まあ親子と想定だし、そう想定、あでも似てたからすごい同じ髪型だったし、なんか雰囲気も似てて、すごく変わった素敵な雰囲気のお母さんと娘さんのお店で、このスカーフ、モノトーンでちょっと幾何学模様っぽい感じのスカーフと、このチェックのベルト、布素材のベルト、裏はねでもちゃんとレザーになっててしっかりしてます。このベルトと、今私がしてるこのピアス、この王みたいなプラスチックかなんかわかんないけどものと、こちらも黒で王って書いてあるやつを購入しました。見えるかな、で、これが全部1ユーロだったよね。1個そう、全部で3ユーロって言われて、えって言って安って言っちゃって帽子だ、ね、そうそう、帽子もなんかその前にこのベージュのなんかこうバケットハットみたいなのを見てて、
それも似合ってるからそれもチルでいいよって言われたけど、って言って私鏡がなくて分かんなかったから自分がどんな感じがちょっとあんまし微妙だったらしくて言ってました。だからこの3点を最後に、はい、1つチルで購入しました。以上1、2、3、4、5、6、7、8、9、9点お買い物今回はしました。でも今回あれだよね、ファッションアイテムに映ったよね、うん、やっぱりあほぼほぼこうやってあのファッションしかなかった。そうなんか雑貨っていうのはもうほぼほぼなくて、あとはもうファッション系小物だったりお洋服だったり、うん、リーバイスバーって並べるところもあったしね。まあだけどまあエントランスで、まあ、8ユーロ、2人4ユーロで、そう、1人4ユーロのエントランスが取られる、うん、ってことは1100ぐらい払ってます。そうだね、そうだね、まあ、それぐらい払って入場して、うん、あとこういったものを買うで、うん、まあそうだね、それが高いか安いかは別だけどまあ普通は2ユーロぐらいだよね。そう、いや、どう4って普通じゃない。会場が会場で高そうだしな。そうなんか屋外の時は1人 2.5 とか3とかはあるけど、室内の時は結構それぐらい取ると思う、うん、やっぱレンタルが高いもんね、あそこの施設のね、うん、だからだと思う。でもね楽しかった。夜ももうねいろいろその日はもう朝から撮っててわーってこういろいろショッピングした後のフリーマーケットだから子供も結構疲れてたけど、ピンクトワイス、ピンクトワイスの 50% とかね。そう豊作でした。これで買ったの。これが7ユーロが半額だから 3.5 ユーロだったの。いやえ違う、半額で7ユーロ14ユーロが7ユーロ。あそっか、そんな 3.5 ユーロ雨じゃない、ね、間違えた7ユーロでした。カラフルなフルーツモチーフミント、どうしようかな、いるかな、こういう品種を買いなくてなくてピンクトワイス、ご興味がある方はぜひコメントしてくださいまたよかったらこういう品種を買っていただきます。まあ、あとはこれ、ね、子供のうちの娘はさ大体ザラで買う。そうだね、ザラが多いね、うん、息子は大体あの A ちゃんで、そう A ちゃんと M が多いね。なんか知らないけどそこでのアイテムがよく使えるかなっていう。そう、似合うのがね、多分そっち均等なんでしょうね。あとユニクロ、まあ本当にいろいろあってもう10時間、そうだね、1日10時間トータル10時間服用があったら目が高く老眼がね最近進んでるからね全然見えない、こう見えて44なんで確かに。あでもね疲れたけど充実した休日でした。では今日はこの辺で終わりたいと思います。また来週次の動画でお会いしましょう。またね。おまけセコンドルームのあずさです。といちくん、はい、上手に言いました。キちゃんは何買ったの？これズボンと、うん、これ T シャツを買いましたね。ズボンかわいいね、お姉ちゃんみたいですねじゃあくるっと回って見せてあげてください。あ、素敵ですよ。あとはこのズボンと白い、そう、色違いのこの赤と白の色違いの T シャツをでもブルーメしました。そう、ブルーメン、お花柄です。どちらもザラのセールで購入しました。 T シャツはなんと 2.99 ほぼ3ユーロぐらいね。ズボンも9ユーロぐらいだったかなお気に入りですか？うん、あ、よかったね。これでね、あとカバンは、カバン、あ、カバンもする、うん、これフリーマーケットで買ったキーちゃんのカバンです。もう気をつけてね、じゃあそれでちょっと持ってみて。はい、渡っていいかな、うん、大丈夫。はい、どうぞ。あー、かわいいよ、ちょっと大きいね。
こうしたらいいんじゃない。ほら、ほら。はい、素敵。以上、ちーちゃん、パンツ2点、T シャツ2点、バッグ1点、こういうパンツズボンのこと。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではヨーロッパ各地のフリーマーケットや古着屋をめぐり、掘り出し物を見つけた時のワクワクを皆様に共有していこうをモットーに動画を配信しています。ゆくゆくは一点物を皆様のもとへお届けできるよう計画中です。この動画がいいと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントも待ってます。